クエルチャンネル始まるよーイエーイ。で今日ね、はい、西アフリカトカゲモドキとクレステッド月光おやすみシリーズ、おやすみシリーズね、これ近藤さんの商品でね、いや久しぶりじゃないですか近藤さん。そうだね、一応ね、トーレプって言ってね、レプタイルズ賞かな、はい、がやってるから、まあ、そこに合わせてね、いつもね5月に発売してるんだけど、あ、本当だ、前回の5月に出してる。そう、ある程度ね、あの時期当てて発売してるんでね。で本当に近藤さんとはね、本当会社を起こす前からね一緒にやらせていただいて、いや本当ね、長いお付き合いですよ、うん、だからシリーズとして本当に多いんじゃないかな。いや多いぞ、おやすみシリーズだけで今回第4弾です。4弾ね、はい、すごいね、年1出してますよ。いや造形がまたいいんだよね。すごいですよこれ、うん、で一個紹介しようかな、うん、まずこれかな、西アフリカトカゲモドキキャラメルアルビノ。キャラメルアルビノ、そうこれね、すごい造形いいよね。でね、これ前も話したと思うんだけど、トカゲの手を見てほしいんだけどね。トカゲの手、うん、これさ、裏返してね、これね。本当や、こっちはこうだけど、本当、こっちはね、結構ね、クレステッド月光とか西アフリカとかなんかピョンって手になってて、本当赤ちゃんとか子供が寝る感じで手とかすごいことになるんだけど、もうその感じになるんだよね。それが可愛くて愛くるしいっていうか、それをちゃんとフィギュアで表現してる。すごいね、うん、手が短いところが可愛いですね。そうやっぱで、こんな小さい造形なのに顔の表情も可愛く表現できるから、これ本当ね、うん、近藤さんの造形力っていうかね、素晴らしいですね。素晴らしいよね。前も言ったら造形力が良ければ、はい、彩色が甘くてもマジでよく見えるけどね、彩色もクオリアとしてもしっかり塗ってるから、いやこれさらにいいんだよね。いや本当ね、細かいよこれ、細かい。でね、俺一個ね、すげえなと思ったのは、はい、今回ね、西アフリカトカゲモドキのゴースト、この彩色ゴースト、うん、これね、表面がリアルすぎるっていうか、あ、分かる、確かにね、なんかパンダの赤ちゃんみたいなあのホワホワの毛がね、そうそう、ハツカデバネズミみたいなそれこそフロッキーかけてるみたいな感じ、ね、そう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 、すごいよこれ、色がリアル、うん、すごいですね、うん、これ可愛いなと思ったけどね。色がすごく俺はいいんだけどさ、色がすごいオフで可愛い、いいよね、うん、可愛い可愛い。だ今回こうちょっとゴーストバージョンっていうのいるんだね、いろんな色があるんだね。いやこれすごいっすね、すごい、こんなに色だらけなんですね、うん、トカゲってさ、まあ、色があるってなんかさ、もうガチャガチャの商品化をするためにラインナップを組みやすくするためにやってくれてるのかなと思うぐらい優しい、いや、まあ、そうなったら猫もそうだけどねそうね、猫もそう、なんかガチャガチャ知ってるなって、分かってるなと思ってね。で続いてね、こちらがね、西アフリカトカゲモドキのオレオバージョン。オレオいいね、うん、いいわいいわ。やっぱチャラ社長結構ね、アイスでオレオ食べるよ。あー、アイスオレオね、うまくない、これ美味しいよ。あれ考えした人誰だろうね、オレオ入れようってオレオが美味しいからね、まず。いや、オレオ入れようってすごくない、オレオ美味しいもん。え、何食べるアイス、チョコミント、あ、一択、マジでチョコミント一択、他にもあるよたくさん美味しいで続いてね、これはクレステッド月光だね。クレステッド月光、クレステッド月光もね、ちょっとね、西アフリカと違うけど顔がね、うんうんうん、けどかっこいい、これこそドラゴンみたいなね。確かにね、うん、おやすみシリーズでは初登場か。そうだね、今回初登場ね。でリリーホワイトってことでね、はいはいはい、リリーホワイト、うん、リリーホワ、リリーホワイト、いい名前だね。かわいいね。これ石持ってるやつなのか、はい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 、出てるかな、クレステッド月光ね、はいはいはい、うん、名前かっこいいね、クレステッド月光ね、クレステッド月光、はいはい、で続いてがクレステッド月光のレッド。うん、確かにこれ造形すげえわ、すごい。これ目とかもさ、このギョロってなってる感じとかすごいね、この右手と右足が重なり合ってるのがいいっすね。いいよね、ここね、うん、このグニャってなってる感じすごいよ、ここね、うん、いやこれ言うても彩色も大変よこれ、彩色大変で最後がね、クレステッド月光のノーマル。ノーマル、うん、これはノーマルね、うん、あ、その子がノーマル、まあ確かにこういう感じのトカゲ多いもんね。 あ、この子だけだね、柄が入ってるの、柄が入ってるね、うん、しっかり入ってるけどね、大変よこれ、うん、まあ、最近もやっぱトカゲ取り行くから去年もね、千葉の公園とかの端っこにいるんだけど、日本のトカゲだからさ、日本トカゲとかね、あの長いやつね、そう、はいはい、でっかいやつ、ほんとでかいんだよそんなでかい、でかい、びっくりするよ。ちっちゃいやつはちっちゃいんだけどさ、はい、本当に何年ものなのかな、多分脱皮するから、あーそっかそっか、どんどん大きくなるんだけど、はいはい、ちょっとヘビっぽいもん。確かにヘビっぽいかも。いや、あれでっかいとヘビっぽいから、ちょっと触るの躊躇するもん。ちょっと怖い。これはね、こんなでかくないでしょ。これ、もうちょっとでかいよ。でかい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 。それくらいでかいんだ。ちっちゃくしてる、ちっちゃくしてる。へぇ、そうそうそう。こればっか見てるから、これぐらいのサイズかと思ってた。あ、違うんだ。ちっちゃすぎでしょ。もっと大きい、大きい。あ、もっと大きいんだ。もっと大きい。だから、一回トーレプ行ってほしい。一回行ったことあるんですよ。あ、あるんだ。一回。
本当にいろんな人いるから。あのなんかカメレオンみたいなの見た気がするんですよ。カメレオンもいるし、えだってさ、カメを散歩してる人いるから。それは見たことない。もう変な人とかいっぱいいる。失礼でしょ。わかんないけど。失礼でしょ。すごい人がいっぱいいる。とか、あと本当にあの女性でマフラー巻いてるのかなと思ったらヘビ巻いたりとか。本当に？本当にいる。そんなの知らん。なんかコスプレみたいなこと。いや本当黒の服装着てる、白いマフラーかなと思ったヘビ。それはもう家族。わかんないけど。買えるんだよそこで。そう買えるんですよね。そう買えるからそこ買ったのかわからないけど、持ってきたのかわかんないけど、いろんな動物もいるし、いろんなその人もいるから、はいはいはい、すごい楽しめる。なんか新しい世界っていうか。いやね、毎回盛り上がってますからね。いやすごいみたいなね。そう。でね、こちらね、5月発売。はい、5月発売です。全6種300円で展開するので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい。今日紹介させてもらったのは、西アフリカトカゲボドキとクレステッド月光お休みシリーズでした。300円でお安いです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。